そうですね、まあ、前半自分たちにもチャンスがあって、まあ、そういった中で決めきれずに0で前半を折り返したのは自分たちの流れかなとは思ってたんですけど、まあ、後半ワンチャンスで、まあ、決められてしまって、まあ、結果的に0-1っていう結果は本当に自分たちの中でももちろん悔しいですし、それは絶対に次に生かさなければいけないなっていう試合でした。そうですね、まあ、相手がワントップで追ってきていたので、まあ、自分と大場君のところでプレスは剥がせていたので、まあ、自分が持ち出したときに前の選手がアクションを起こしてくれて、まあ、パスであったり、まあ、もちろん守備においても相手フォワードに自由を与えないとか、まあ、そういうところはできてはいたと思うんですけど、やっぱり失点をしてしまったっていうところはディフェンダーとしては本当に責任があるので、それを絶対に次に生かしていきたいと思います。まあ、ホーム開幕戦で本当にアウェー2連戦でそれでも多くのサポーターが来ていただいたんですけど、まあ、今回2万人来ていただいて本当に自分たちの自分たちを後押ししてくださってありがとうございます。まあ、まだまだ自分たちが今日の結果を受け止めてもっと成長しなければいけないですし、今後自分たちが結果をしっかり取ってもっともっとサポーターの方に来ていただけるように自分たちは頑張りたいと思います。そうですね、まあ、今日勝ち点1、まあ、あるいは勝ち点3を本当に逃してホームで勝ち点0という結果になって、次のアウェーはよりまた厳しくなると思うんですけど、本当に今日の勝ち点0というのを絶対に勝ち点3に次はつなげないといけないので、そこはチーム全員でまた一日一日の練習を大事にしてしっかり臨んでいきます。